はじめまして。いらっしゃいませ。すいません。よろしくお願いします。大学生のお手伝いします。今回の動画は、東京都調布市深大寺センス美容室さんの提供でお送りします。ご視聴いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。第6チャンネル出演者大募集、概要欄に掲載の Gmail からご応募お願いいたします。7月28日、第6チャンネル沖縄トークライブ開催します。場所は、那覇市にあるアウトプットさんです。よかったら遊びに来てください。メンバーシップ会員募集中、週1生配信、月1動画などのコースがあります。ネットショップにて、外録グッズ、スポンサー券も販売しておりますので、よろしくお願いします。八村さんっていう方から、ダイレクトメッセージいただきまして。そうなんですね。袴田事件っていうのを知ってますかみたいな。そこまで詳しく知らないですけど、聞いたことあります。そういう冤罪事件になったものがあるっていうので、そこはちょっと調べさせていただいて、もし出ていただけるんだっていうことで、耳がちょっと遠いの。ああ !91 でございますので。すごい。お若いですね。すいません。よろしくお願いします。どうしたの？袴田事件っていう、とある会社の専務の一家が燃やされたその家から4名の刺された、死体が出てきたと。その犯人として、弟さんである袴田巌さんが逮捕されてしまった、はい、そうですよ。結果47年獄中にいたけれども、一度死刑判決が出たにもかかわらず、一度そう再審請求が通って一度釈放された、同日釈放された、再審開始と同時に、初めて当日釈放されたっていうのは、今までの死刑囚で再審開始になったけど裁判が終わるまでは釈放されなんだろう。それが岩尾の場合は再審開始と同時に釈放されたということ、あの初めてのケース。なぜ、当日釈放っていうケースになったんですか？だって裁判長さんの裁量ですよ、そりゃ。裁判長さんが正義に反するっつって釈放したんだから。事件から1年後に出てきた証拠が捏造されたものなのではないかっていうこと。そういうこと、それでこれ以上監獄を置くと正義に反するっつって当日釈放されたっていうのが、今から何年前ですか？10年前。はい。で、今また。それで裁判が始まったのが去年、最新の裁判が。それでこれで5月の22日に最終の裁判。そうです、最高裁の裁判ってことですか？静岡地裁。静岡地裁の裁判。はい。最新開始の裁判が、もう去年の3月から始まってるの。それで判決が出るってこと。そうではないが。2、3ヶ月後に出るってこと。すぐに出るわけじゃないんですか？そうじゃないですよ。あの書類を書いたりなんだりする期間っていうのがあるから、裁判所がね。じゃあ判決は今年の7月か。まあ7月か8月か秋になるか、年内ですよ。ね。そっか、それで無罪になることを目指してるってことですね。そういうことですよ。事件があってから58年。58年間も支え続けてきたってことですよね、弟さんも。再審開始になることを願って戦ってた。58年、33歳の時起きた事件、岩尾が30歳の時に起きた事件、ね。今、岩尾さんはどういう状態ですか？その、拘禁症状っていうのがある？拘禁症状っていうのはまだ抜けない。だから妄想の世界にいる。ね。まあ、普通の話はできん。もう自分は妄想の世界にいるから、まともなことも時たま言うけど、まあほとんど話というはしない。裁判の話もしない。それはだから長らく獄中にいたことの後遺症ですよ。今岩尾さん今日はどうしてらっしゃるんですか？今日はね、散歩っていうかね、毎日午後2時か2時半ぐらいになると街へ出かけるの。車でね、ドライブに。その運転してくれる人がいるの、見守りたいって言ってね、そういう人たちが1週間に交代ぐらいでね、まあ、7、8人いるだけど、その人たちの車で町へ出てる。はあ。それにはとんでもないこと言うのよね。行くところが
どこそこ行くって言うんだけど、それもやっぱり自分の妄想の世界のことを言うの。昔はローマに行くって必ず言ったの。はあ、ローマに行くって。なんか、よし、ローマ行こうって言って、大阪から、名古屋から、そこら中連れて行った、京都から。はあ。うん。出雲行ったり。うんうんうん。とにかく旅行に連れて行った、うん。そうそう、まあ、京都なんかもよく行ったね。うん。で、ひでこさんに、まあ、今に至るまでをひたすらこう質問しながら聞かせていただきたいんですけども。うん、出身はこの静岡県なんですか？出身地は浜松です。あ、浜松、うん、これ地元なんですね。そうです。あ、何人兄弟の家に？6人兄弟。あ、女3人男3人の兄弟で、うん、女で一番下が私、男で一番下岩尾で、末っ子岩尾は。はあ。で、6人兄弟をご両親は何で育て上げたんですか？え、どんなお仕事して育て上げたんですか？会社勤め。はあ。その時代ね、その時代は6人や10人ぐらい平気だったのよ。やたら子供生まれてたのよ。はあ。だから12人産んだ人とか10人産んだ人いくらもいた。はあ。そういう兄弟がね。うん、うちなんかもまあ6人なら平均だよ。はあ。その時代はね。高校は行かれましたか？行きません。中学です。もう私たちはね、私の時代は新生中学の第一期生。新生中学ってのは、3年間中学に行くという。はいはい。ね、今の制度。昔は高等2年だったの、うん、それが3年までという新生中学っていうのができたの、うん、その一期生。中学を卒業後、何をされてたんですか？税務署に勤めてた。あ、もう中学卒業してすぐに？そう、見習い事務員、ね、見習い事務員から雇いになって大蔵事務官までなった、うん、税務署の。あ、税務署の、うん、資格も取られたってこと？そういうことです。はあ、うん、だって公務員ってことですね。そういう公務員ですよ。はあ、うん、で公務員やってって、うん、ひでこさんがさっき33歳の時に事件が起きたっておっしゃってましたね。そう、まず放火、そして4名の人が、刺殺されていたっていうことは、うん、ひでこさんは何で知りますか？テレビで見てた。ね、それで岩尾が、いや、こう岩尾のいる会社じゃないかいないと思って、うんうん、岩尾に電話した。うんうんうん、岩尾は強盗だかなんだかわからんよって言って、まあ、今度土曜日帰ってくるねって言って電話切った。その時会いました？会いました。土曜日には毎週帰ってたの、うんうん、その時ね。あ、ご実家に、まあ、うん、うん、だけど、まあ、警察ではそんなことをしたからうちに帰ったって言った。事件を起こしたから、まあ、実際は毎週帰ってるのに、うんうん、ね、事件があった時にうち帰ったから怪しいと。でもその日に、その土曜日に警察の方はご実家にも来られましたか？その時、いや、土曜日はそんなことなかったけどね、その後警察つけてきた。帰るたんびに警察について。あ、ね、だから従業員全部についてると思ったのよ、うん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 、ね、そしたら岩尾だけについてたみたいな状況だった。はあ。うん、事件発生から岩尾さんが一度も犯人だということで逮捕されるのは何日後ですか？そこから。6月30日に起きて8月の18日に起きて逮捕された。じゃあ1ヶ月半、はい、そうです、後に逮捕されたんですか？岩尾にはもう会えなかったね。会えなかったね。もう警察捕まってたら から面会できなかったね。ああ、じゃあその捕まる前までは、うん、書いてたよ、毎週。毎週書いてて、ひでこさんから見たら、あれ、なんかどんどん警察が近づいてくるなっていうのを感じるんですか？いや、それは感じなかった。ね、まだそんな、まあ、犯人にされるとは思わんから。逮捕された時、私たちも家宅捜索を受けたの、全員、家族全員、親兄弟ほとんど調べられた。で、その日岩尾も、まあ、言ってみれば8月18日だね、うんうん、その日に調べられて、私も中央警察署に連れてこられた。それぞれ違うところに住んでいるから、うんうん、ね、うん、田舎で、うん、二股っていうところがあるの、うんうんうん、そこには兄貴を連れて行って、うんうん、でおふくろは中瀬っていうところは大在所だで、うん、その中瀬の交番に近いところ、うんうん、ね、で嫁に行ったお姉さんは西鹿島っちって隣村の交番、うんうん、そういうふうに違うところへ連れてった。
ほんで私は浜松にいたから浜松の中央警察署へ連れてこられた。はあ。取り調べ最中に、うん、あの、まあ、受けてる中でも岩尾さんが犯人で逮捕されてるってことがこう報道されていくじゃないですか。うん。秀子さんはどう思ってるんですか、その。何を？弟が犯人ってことは、うん、そんなバカなことあるかと思ってたよ。あの最初からってことですね。そんなバカなことあるかと思ってたけど、うんうん、今日も実況しないって報道するでしょ、うんうんうん、でやったならやったって言いそうなもんだねって言ってた、うんうんうん、ね、はあ、その要は殺されてしまった一家っていうのは何か誰かから恨みを買ってたっていうことなんですか。まあなんかあるでしょうね。言ったらあのその会社の幹部ってことですかね。専務の一家が、うん、ってことなんですもんね。専務一家、うん、ね、で当時岩尾さん自体は平社員、うん、専務と岩尾さんの関わりってあったんですか。あったで、もちろん可愛がってくれたし ね、 うん、ね、それこそあの洋服もくれたりいろいろして専務に可愛がってもらってたよ。うん、じゃ関係性としてはどちらかというとこうお世話になってる先輩というか。よかったね、専務とは。殺す動機もないですよね。ないっていうか、殺すわけはない。うんうん。ね。そうですよね。岩尾さんはその取り調べの中で、こう、自供してしまうじゃないですか、一度、はい。そのことについては。その時についても岩尾の心境だってね。うん、それはひどい目に遭わされたから、暴力的とか、いろいろやって、うん、夜も寝かさんで、うん、ね、自供を取るようにしてたんだもん。うんうんうん。またそれがだからこう、まあ、自分がやったことで間違いない。もう命に関わるってことですよ。うんうんうん、ね。それで自供したのか、自供させられたのか、よくわからんけど、うんうんうん、そういうことですよ。うん、逮捕されてから、死刑判決が出るまでは何年かかるんですか。死刑判決で1年半で死刑判決出た一審に静岡地裁で、うん、ね、うんうん、でその死刑を、決定づける証拠っていうのはその、うん、あの味噌漬けにされた、うん、そう犯人だっていうことでやられたっていうか、うん、そんなもんですよ、うん、新たな証拠が1年後に出てきましたっていうのを聞いたときはどういうふうに思いましたか。はいはい、いやあの時に私は知らなかったね。もうテレビとかね、うん、新聞で、まあ、岩尾犯人だ犯人だってもうひどいこと書くから、うんうん、新聞もラジオもテレビも一切見なんだ。でその時に私も知らなかったの、その御殿のイルが出てきたってことを、うんうんうん、ね、うん、それであのテレビ見た人に何が出てきたのしたらなんか変なもの出てきたっていうことで初めて御殿の衣類が出てきたっていうのを知ったわけ。うーん、だから報道は見てないからわからなんだその時に。あ、うん、でもじゃあそれをそういったものが、はいはい、そうですよ、出てきたってことを知った時はどういうふうに思いましたか。御殿の衣類が急に1年後に、うん、1年後に出てきたって変なもの出てきただなと思ったのよ、うんうんうん、ね、でも結果としてその死刑をこう判決するのに決定づける証拠みたいな形でこう進んでいくわけですもんね。その衣類が返り血を、それは裁判所でやるこんだから、うんうん、ね、はあ、家族はそんなことは関係ない、うんうん、ね、でそれがこう世間で捏造なんじゃないかっていうことがこう騒がれ出す、うんうん、その捏造っていうのは岩はもう最初から言ってるの、うんうんうん、だけど捏造って言葉はなかなか表に出らんで、うんうん、手紙にも散々書いてあるけど捏造だ捏造だって散々言ってるの、うんうん、で捏造だって言ったのは静岡市内の再審開始になって初めて言われて、うん、裁判所で言った、うんうんうん、そう言ったの、うんうん、ね、静岡地裁で、うん、2014年の3月27日に、うんうんうん、それで再審開始になったでしょ、うん、ね、それで岩尾は釈放されたわけ、うんうん、捏造ではないかと言われているあの証拠っていうのは結局誰が何のために作ったものって思いますか。それは知らんよ、やった人でなきゃ分からん、うん、それは私に知るわけない、うんうん、であの秀子さんが再審をこうするに至るまでこう長い年月かけてこう動いていくわけじゃないですか、うん、だって死刑判決が出た時当時何歳ですか。35ぐらいの時でしょ、一番最初の死刑判決出たの、うんうん、それから控訴して、うんうん、で二審でやっぱり棄却されて、うんうん、で最高裁まで行って、うん、
棄却された、うんうんね、それが1980年、うんうん、だから44年前、うんまあ、最後のね最高裁の判決が下った時にはねみんな敵に見えた、うん、みんなマスコミもいたけど記者も見た、うんうん、そういう時にはね全体が弁護士はでもね敵に見えたその時に自分たちについてくれてる弁護士さんですか、うん、そうなんだか知らんがそういう風に見えた、うんうん、そこにいる人全員が敵に見えたの、うんうんうん、言ったら、まあ、投げ出したくなるような気持ちでもなりそうじゃない辛いことだからそんなことはない、うん、そんなことはない岩尾あんた死刑 無実で死刑囚になってるな、うんうん、だから3年や5年の、ね、刑ぐらいならねやりやせんこんなこと、うん、死刑囚でもいつ命取られるかわからんでしょ、うんそうあんなものほっとくわけにはいきませんよ、うん、兄弟として、うん、で死刑は執行されずに、そう何十年も経つっていうのは、うん、やっぱそれはずっと秀子さんがこう活動をし続けてきたおかげでもあると思うんですそんなことはないと思うそれはねそれは裁判所、まあ、あの向こうの方でも考えて、うんうん、これはおかしいと思って多分処刑はできなかっただと思うだから法務大臣が犯行者なんだっていうことは、うんうん、押せなかっただと思 うでも押せなかった期間がそんなにあるのに結構再審が通ったのが2014年ってその事件から40年以上、うん、ずっとおかしいなと思われてるなんかなんでそんなに時間がかかったと思いますか、まあ、まあ時間かかったっていうのはね、うん、裁判所もねあのこの事件をまあ、な裁判長さんも3年経ちゃ転勤するでしょ、うんうんね、だから関わりたくないと思う裁判長もいたと思 う、ねうんうん、だからなんとかかんとか言ってるうちに転勤しちゃ う、うんうんうん、引き継ぎで長くかかったと思ってるって言ったら法務大臣は法務大臣で自分の時にそれを反抗するわけにいかんね処刑するっていうのだからあのまあ押さない人もいた、うんうんうんまあ、中に押す人もいたと思うけどねだからやっぱり押さない人もいただから長引いて、うん、何十三十何年か死刑囚で、うんうん、あのいたわけよ、うんうんうん、でもだからその岩尾さんが30数年以上死刑囚の方がいる拘置所にとどまってるわけじゃないですかでそれで他の死刑囚たちどんどん死刑が執行されていくのを横目で見ていくっていう、うんうんことですよね。そう、まあそれだからおかしくなっちゃったね。48年も入ってりゃおかしくなって当たり前。ね。その面会というのは、どれぐらいの頻度で面会は毎月行ってましたよ。私は。浜松から東京にと。そうですよ。40年間ぐらい続けてた。毎月。いやそれにね、私がやれることっていうのはそれぐらいしかできなかったの。差し入れするとかね。販売店があってその中で買ったものしか入らんの、うんうんうんね、ほんであの今日はみかんが一つ明日はりんご一つとかって決まりあるの制限が、うんうんうん、でそのだからそれを毎日1ヶ月分最初にお金払ってね申し込んどいてそれで差し入れ手をしてたの、うんまあ、あんなとこにいりゃね食べるものしかね楽しみはないだろうから、うんうんまあ、岩尾も若かったし、うんうん、私も若かったから、うんうん、もう食べるものを入れるぐらいしかしょうがないと思って、うん、お菓子入れたりね飲んだりしてた入るものを、うん、それで、まあ、毎月ねお金払ってきてでまた1ヶ月経ってまた行って1ヶ月分頼んでそれを続けてた、うんうん、そういった、うん、この浜松からの交通費だったりとか、うん、それは全部自腹ですよ、うん、私は働いてたからね、うんうんうん、経理の仕事をして働いてたから、うん、まあ自分一人だから、うんうん、何とでもなったわけうんまあそこそいやでもだから本当にその人生を捧げてそのいやそんなことはない人生を捧げたってみんな大げさに言うが、うんうん、ねこれは兄弟にして当たり前のこと、うん、やれる人がやるしかないと思ってやったのそう他の兄弟の皆さんは他の兄弟はみんな結婚して、うんうん、女房もいるし親もいる子供もいる、うんうん、ねやっぱりそうなりゃもう私一人身の私がやるしかないじゃんひでこさんはその死刑判決から今に至るまでの途中で結婚を考えた瞬間はなかったんですか22で結婚して23で別れたそう早っそうなんですか簡単に言うやそういうこと
それで一人でいたの。で、その事件に巻き込まあ、巻き込まれた。33歳の時に。だから、私がやった。なるほど。そういう時は、ね。そんなややこしいこと聞かんでよ。ね、でも結婚別にしたいとか、うん、そういう気持ちは別に、いや、もちろんあったですよ。岩尾のことあってもいいっていう人いくらもいたいくらもいたって言うとおかしいけど、ああでもそれなんていうか、あの だけど結婚してしまえばね、岩尾のことができんくなると思ったの、うん、ああそうか、お子さんが欲しいとか、ね、うん、それはね、やっぱり自分の子供ができれば自分の子供が可愛くなるでしょう、うん、ね、だからそんなことしちゃ岩尾のことできんくなるなと思って、まあ私は一人でいる方が気が楽だったから、はあ、ね、だから結婚も知らんだ。やっぱ兄弟の中で一番年齢が近かったってのもあるんですか。そう、岩尾とはね、そう、3歳差ですね、うん、そのひで子さんの1個上の兄弟は何個離れてるんですか。もう上の姉貴が3つ違うかな。ああ、でも3つなんです、うん、その上の姉貴が1つ違いが、一番上の姉さんが今日は元年、ほで3年が兄貴、4年が兄貴、で6年が、ね、姉、それで私が8年、うん、で岩尾が11年。私と岩尾が小さいからどこでも連れて行ったの、親がね、うんうんうん、小さい子を連れてくっていうことで、うんうん、で常に一緒にいたの。で、ね、うんうん、プロポーズされても断ってたってことですか。そりゃそうですよ。はあ、うん、たまたまさ、一人でいて気が楽で自分で食べていけたから、うんうんうん、ね、昔はもう食べれんで結婚する人いくらもいたけど、うんうん、そういうのは好きじゃなくて、うん、自分で自活できてた。そしたらこの事件に巻き込まれた。いやー、ね、でももう逃げなかったってことですもんね。あ、巻き込まれたけれども、逃げたってしょうがない、もうだみんな知ってるだもの。あんなもの隠そうと思ったってしょうがない、無理やな、来る、ね、無罪を、死刑が決まっていながら主張し続けるって、世間的な目はどうでしたか。世間の目なんか気にしないよ、もう、うん、世間とは少し離れて生活してた。それどうやって離れたってことか、うん、その税務のお仕事があるじゃないですか。あ、お仕事はあるよ、仕事だけやってた、うんうんうん、あ、でその世間と離れるってのはなるべく人付き合いを多くしないし、しないしない、うん、同窓会にも行かないし、うんうん、ね、すべからくそういうものは避けた、うん、こっちから避けた、うん、岩尾さんの抗菌症状っていうのはだいたい何歳ぐらいから始まってったとか。もう死刑確定してから電気出すやつがいるとかね、いろいろ言った。その死刑確定っていうのは地裁の段階ですか、うん、それとも最高裁の。最高裁で、もうその前にも抗菌症状はあったけど、はいはい、まあ、特に死刑囚になってから死刑囚だけのところへ行くでしょ、はいはい、隣の部屋の人が処刑されたとかいろいろあるじゃん、うんうんうん、ね、そういうので、まあ、現実に死刑っていうものを、うん、まあ、言ってみれば死刑ってものあるってことは感じたけど、処刑されるってことは感じてなかったのよ、うんうん、それを死刑囚だけのところへ行ったら処刑されて、うんうん、隣の部屋の人が処刑されて連れて行かれたと、うんうん、そういうのを見て聞いて、うんうん、ね、自分もいつ処刑されるかわからんと思っておかしくなっちゃった、うんうんうん、ね、どけ。それはその秀子さん自体はショックを受けるんですか。私はもうね、あの面会に行っても変なことばっかり言うからね、うん、バカバカ言うじゃないとは言えんから、もう、うん、まあ40何年もいれば、うん、こうなって当たり前だと思って、うんうん、変なこと言う、あ、そうだねそうだねって相槌打ってた。それを毎月続けてるわけじゃないですか、うん、秀子さん自体の性格が乱れることはなかったんですか。いや、夜眠れん時はね、もう夜ふっと迷惑と岩尾のことしか思わん。それだからあのアルコールの油、あのウイスキーを飲んで出た、眠るために、うん、明日の仕事に差し替えるから、うんうんうん、そういう生活を、いや3年からそこらやってたけどね、うんうん、その頃支援者が出てきた。で支援者が電話かけてくると酔っ払ってるでしょ、うんうん、だから俺じゃしょうがない、いや、お助けどころじゃない、自分が先に参っちゃうと思ってお酒パッとやめた。ああ、じゃあ自分でやめれたんですか。やめ、当たり前でしょ、こんなものは自分でやめなきゃやめれんよ、医者にかかったわけでもない。はあ、すごいですね。いや、アルコール依存症なんていうのはもう自分でどうしようもないから
飲んだけど、うんうん、あ、これはもうダメ、こんなことしてたら自分が先に参っちゃうと思って、はあ、それでやめたの。すごいですね、それね。それ何歳ぐらいの時？40代ぐらいだね。うん、だからそれから一滴も飲んでない。あ、もう一滴も飲んでないですか、うん、それから、はあね。だからおかげで健康でいる。それ91まで生きてますもんね。91まで生きてますよ、まだ、はあ、まだ100まで生きるから。ああ、うん、証拠の出てきた5点の衣類に嘘つけにされてるにもかかわらず血痕が鮮やかに浮かび出てるってことがおかしいんじゃないかってことを、うんうん、あの検証し始めるじゃないですか。あれは、どういういきさつで調べようって、思い立ったんですか。いや、あれは清水の支援者が、はい、あの水漬け実験やってみるかってやり始めたこと、うんうん、ね、支援者が言い出して、うん、弁護団が、まあ、一緒になってやったってこと。ひでこさんはそれ立ち会ってるんですか。もう一度その時に合宿やってね、うんうん、あの駐車場で広げてみて、うん、味噌漬け実験でこうなってるああなってるって一番最初にやったよ。うん、あの味噌漬けがこういうふうに染まるとかっていうことをね、うん、やったの。色がどういうふうに染まるかっていうことを、うん、人間の血じゃなくて鶏をね、鶏の血だかを取ってやってただけど、うん、でそのうちだんだん、まあ、支援者が、あ、これじゃいかんで、ね、人間の血をと、ね、少し取ってやるって やり始めただけど、うんうんうん、でそれはもう清水の人たちがもう丹精込めてやってくれてる。うん、うん、熱だっておかしいと、おかしいと思ってたね、うん、おかしいと思ってもただおかしいって言ったってしょうがない、うんうん、ね、証拠見せにゃ、うんうん、一番の再審請求が通ったポイントだっていうところはどこなんですか。この、まあ、あの熱のね、静岡裁判所で静岡地裁でそう言ってくれたってことは、あれは弁護士が捏造だ捏造って言いたかったけど弁護士はまあ言っちゃいかんって黙っていたけど、うん、裁判所で捏造だって言ってくれたのよ。うん、うん、ね、うんうん、警察が入れたじゃないかみたいなことね、うん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 、そこから だいぶあの広がってきたっていうおかしいがね、捏造捏造っていうことを今度私たちも言うようになったの、うんうん、でそれ以前にもう岩尾はすでに何十年も昔から捏造だって言ってたの、うんうん、だから岩尾にはね、あんたの言う通りになったよって言って説明した。その時にはそういった説明を理解できるぐらいの、いや理解できないけど言った、はあ、ポキッとしてたけどね。その世論もどこぐらいからこの袴田事件っていうものがもう明らかに冤罪であるっていう雰囲気になってくるんですか。警察の証拠開示あってから、うんうんうん、ね、あのまあ、600点ぐらいの証拠が出てきたでしょ、うんうんうん、その証拠がほとんど岩尾の無罪を証明するようなものばっかだったの。うーん、それでまあみんな世間の人たちも、あ、ひょっとして捏造したのかなと思うようになってくれた。で実際にその秀子さんのもとに再審請求が通りました、裁判がやり直されますっていう連絡はどんな形で来るんですか。裁判所行って、裁判所へ、私も裁判、まあ言ってみれば補佐人だから、うん、裁判所行って書類もらって、うん、ね、で、あの大賀先生とに、まあ、西島先生と私と 3人で入って、はい、10時に書類くれるっていうでしょ、うん、だから女の人だったのよ、その時書記官が、うんうん、あ、これ女の人はダメかいなと思ったのよ、うんうん、そしたらきっちり10時になったら書類を渡されて、うん、でその書類を見て、うん、小川先生が、あ、写真貸しだって言ったのよ。うん、書類をくれるの、うんうんうん、裁判所で、うんうんうん、ね、でそれで写真貸しって書いたってか、それで大騒ぎになったのよ。で当時小菅拘置所にいた岩尾さんは同じ日に釈放されるんですか。うん、うん、はあ、でその釈放された岩尾さんはその足でどこに行くんですか。病院へ行った。山病院へ、ともかく あんなとこにいるだでね、うん、頭の上から足の先まで調べにはいかんとして、うんうん、浜松まで帰るにはね、車で帰るには大変だで、うんうん、もう、まあ、一日ホテルで休んでして、ホテルで休んで、うんうん、でその翌日ね、うん、あの病院へ、あのこういうわけでって言ったら、じゃあそこで引き受けてくれたの、うんうん、それと頭病院 の先生が、はい、あの拘置所で岩尾に面会してるの。
精神科の医者でね、うんうん、でその先生がお困りのようでしたらうちで引き受けますって言ってくれて、それで入院させたの1ヶ月。はあ。秀子さんが、うん、まあ、言ったこのこういうアクリル板越しじゃなく実際に岩尾さんに会ったのは釈放されてからその日ですよ。校舎の中の応接まであったの、うん、あ、一番最初その時に初めはね、はい、初めは、まあ、面会場で会って、うん、で再審開始になってやってたからそんなこと嘘だ、再審はもう終わったでこの人は変なことばっかり言うから帰ってもらってくれって言うのね、おかしくなってて、うんうんうん、で嘘じゃない本当だよこれ再審開始になったでよく見てくれなんて言ってて、わざかわざか私ら弁護士さん二人と入って大騒ぎしたんだけど、うんうん、だけど本人は変なことっていう、この週は変なことばっかり言ってるで帰ってこい、はあ、だから信じられないってことなんですね。そういうことです。それで奥に引っ込んじゃったもんで、30分経ってね。はあはあ、で、まあ、じゃあ明日またね、説得に来ればいいやと思って廊下歩いてたら、うんうん、監視長さんって人にちょっとお話ございます。お戻りくださいって言って戻って、うんうん、で、応接前通された。そしたら今本人来ますって言うでしょ。うん、まあ、なんだで、あそこで説得できたんだで、ここで説得させるのかなと思ってたら、うんうん、長い椅子ポンと座って釈放されたって言ったの、うん、岩尾が。あ、じゃあそこで初めて理解されたんですか。そうです。で私たちを釈放するわけじゃないから釈放されると岩尾よ、岩尾にそう言ったと思う、うん、ね、ほんで大喜びして大騒ぎ、うん、ほんで車で外に出て、うんうん、どっか東京の品川かどっかのホテルへ泊まったんだけどね一晩、うん、うん、いやだから言ったらもう岩尾さんからすれば半世紀ぶりぐらいの、そうですよ、うん、外の風を吸ったわけ、うん、だけどやっぱりその時は割合のまとものようだったの、うんうんうん、ね、だけどやっぱり出てきてからちょっとおかしいなと思うようになったけど、まあそれは後遺症でしょう、ね、とんでもないことを言うようになったし、うんうんうん、だからご飯食べるにもなんとかの神がどうのこうのってね、うん、いちいち言うの、うん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 、まともじゃないだもんで、そりゃそうだよ、うん、だけど出ればすぐ治るって言うけどそんなわけにはいかん、やっぱりね、うんうんうん、48年入ってるだもん、うん、しかも48年ずっと死を、ね、うん、身近に、そう、身近に感じていただもの毎日、うんうん、ね、ほなもんでちょっとおかしくなって当たり前だよ、うん、秀子さんが会えた時の嬉しいっていう感じなんですか、ちょっともう、うん、嬉しいというかなんというか、うん、どうか解放されたと思うと思ったよね、うん、岩尾が現実にここにいるだもの、うんうんうん、ねえ、うん、嬉しいなんてもんじゃないよ、うんうん、そうそう、50年近くですもんね48年ぶりに、まあ、外に出てきそうだからね今はね、うんうんうん、この建物っていうのは秀子さんが建てられたっていう。そうですよ。これはね、私はね、岩尾のことばかりやってて、自分のこと何もやらんじゃ具合悪いと思って、なんか私の一つやれることをやろうと思って始めたの。これはね、うん。ビルを建てて、賃貸で貸すっていう事業をしてる。そうですよ、賃貸ですよ。うん、今私が住んでる、これ全部貸してたの。あ、最初、うんうんうん、全部貸して、1、2、3階とね、各部屋20万で貸してた、一部屋。はあはあはあ、うん、それでローン返した。いくらぐらい分のローンで返したんですか。9400万。じゃあもうこれ岩尾さんが出てくるないですよにはもうあの完全に秀子さんの資産になってるんですか。18年でローン組んだ。はあ、ね、私が60になる、もう50、60になると銀行で金かさんでと思って、うんうん、で59歳の時に始めるって言って、で銀行言ったら銀行でいいよって言ったもんね、うんうん、それで借りた。はあ、すごいな。借りたって簡単に言うけど、うん、それ相当に、うんうん、その前にね、付き合いがいろいろあってね、うんうん、あの小さいマンション買う時に1000万借りたの、うんうん、2000万、2240万ってマンション買う時に、うんうん、でそれもさっと返して、うん、ね、実績を作っといた。あ、返済のね。そういう信用をつけた。はあ、じゃあ次1億近く借りてみようかみたいな。うん、ね、でこれを建てたいけど、そしたら銀行でいいよって言ってくれたもんで、それでどんどん建てた。はあ、うん、それで小さいマンションの方は借金がないでしょ、うんうん、ね、でそれを担保にして、担保したって1000万か2000万ぐらいしかなれへんけど、うん、担保にして頭金として9400万出した。はあ、
秀子さんと岩尾さんのご両親は冤罪が一度、まあ、認められてなのとか、まあ、まあ再審という形で釈放されるっていう事実は知らない状態でもう。もちろん知らない。昔の人だもんでね、うん、母親も父親も、うん、それだけお狭く生きておられることしか言えないのよ。うん、ね、うんうん、そんな世間を狭く生きるなんてそんなことは私は許さんと思ってね、世間で何と思おうと、うん、こんなもの大きなお世話だと思って、うん、ね。だから世間と一歩離れてたっていうのはそこですよ。要するに病気になっちゃったの。ね、気を病んで。うんうんうん、それこそ働く、おふくろは一生懸命やってた裁判、うんうん、一審の裁判なんかほとんど母親やってたの。うんうんね、でその苦しさっていうものを見てるから私が、うんうん、母親の、うんうんね、だからそれを背負って私はやってるの、うんうん、親孝行のつもりで始めた、うん、もともとは、うん、お母さんが亡くなられたのは、何年ですか。一審の裁判が終わって、47年の11月の15日だから亡くなってる。昭和47年、うん、気を病んじゃって元気な人だったけど、うんうんうん、ねえ胃がんみたいになっちゃって最後は亡くなっちゃった。68歳で父親はその半年後に亡くなった。父親はもともと病気だった。これでもやってないにもかかわらず岩尾さんは48年も身柄を拘束され、その精神を破壊されて、うん、認知症の後期のような症状でしか生きれてないっていうことに対しては、うん、初めはね2ヶ月ぐらいはうちから出なんだの、うんうん、それで男性でも来りゃもう面会者ですから断りしますっていうぐらいで、うん、部屋の中歩き回ってた、うん、この部屋の中をね、うんうん、それじゃ具合悪いと思って私買い物に行くでね、うんうん、ちょっと荷物を重いで手伝ってきて、それで引っ張り出して、うんうん、なるべく外に出るようにしてたのよ、うんうん、でそのうちに一人で行くっていうようになって、うんうん、で一人で出るようになったので、あ、これ安心だなと思ってね、うんうん、たら あそこのすぐ そばの階段のところで転げ落ちて、うんうん、怪我したの、うんうん、それこそ救急車で運ばれて、うん、でそれからあと、まあ、見守りたいって人が出てね、できて、うんうん、まあ有志、これはボランティアだけど、うんうん、その人たちが今面倒見てくれてる。あ、そっか。だから岩尾さんが面会を断るようになるタイミングがあるんですか。ああ、あるよ、うん、もうおかしくなってきたからね、うん、姉はいないとか兄はいないとかっていうようになったの。あ、それはもう48年もいりゃこうなってしょうがないなと思ってたよ私は。それでもね面会行ったっていうかね、私は行かなきゃ連絡取れないの、まあ、手紙出しても読むわけじゃなし、うんうんうん、ね、あそこ行って受付で面会の許可を書くでしょ、はあ、刑務官が姉さん来てるよって言ってくれるでしょ、はあ、いくら姉さんいないって言ったってどっかでまともじゃないにしても完全に狂ったわけじゃないからどっかで分かると思う、はあ、ね、はあ、だからまあ家族はまだ諦めてないよっていうメッセージを送るために行った。まあ、愛でしかないですよ、それはもう。はあ、ね、それしかない。刑務所行って、あそこ行って、うんうん、今日も面会しないって言ってる。じゃあ、それはまあ、すいません、ありがとうございましたって帰ってくるでしょ。また行くってね、それ、まあ、メッセージを送るため。はあ、まあ、それでもね、はい、生きてる証拠。顔を見なきゃ生きてるか死んでるか分かりやすいんだもん。うんうんうん、ね、はあ。だから3年に1回ぐらいは無理にでも面会を。代議士頼んでしててたね。はあ、ね、すごいな、すごいな。こういった国とか警察とかに対して怒りみたいなものはやっぱりありますか。何もあるわけない。あ、ないんですか。怒ったってしょうがない。はあ、ね、生の警察は警察だ。冤罪で弟の岩尾さんが50年近くも拘置所に入れられたってことに対しての怒りはもうないんですか。ないよ、そんなもの。怒ったって始まらんじゃん。怒るよりまず岩尾のことを救い出す方が先だよ。うんうんうん、そんな怒ってる暇ないよ。まあ、そうか、怒っても別に時間は戻らないですもんね。そりゃそうですよ。
ほんまでもう過去のことをガタガタ言ったって始まらんじゃない。これからのこと、岩尾を救い出すということの方が大事なのよ。はあ。怒っていて再審開始になるらいくらでも怒る。怒ったところでどうにもならん。はあ。自分の頭痛くなるだけ。でもその考えには最初からは行き着いてないですよね、さすがに。最初からそう。最初からもそうですよ、私は。最初からそうなんですか。はい、そうです。そんな泣き言言ったりさ、わめいたりして、いて何になるよ。どんどん割り切らなきゃ、そんなことは。はあ、警察官に怒ったってしょうがないでしょ。まあ、その人たちは、別に自分の、ね、自分でやってる中だから。そう、意思ではなく、うん、そういうふうに考えられてるから、47年も続けられてるんですね。確かに怒りを源にやってたら、どこかで狂ってそうかもしれないですね、言われてみたら。いや、わかんないですけど、そんな体験をした人がいないじゃないですか、他にも。いないよ。ね、いないから。警察怒ったり恨んだりしたって始まらんじゃん。これでも冤罪である可能性がかなり高い一方で、じゃあ誰が犯人なのっていう話が出てくるじゃないですか。それは警察に調べりゃいい子んだもん。そりゃこっちの調べる子じゃない、うんうんうん、ね。私たちは岩を救い出すことがね、うん、は責任はあるが、うんうん、そんな犯人を見探すとかさね、そんなことには関わるつもりはない。うーん、でも気になるところであるのかなと思ったんですよ、うん、言ったらそのやってないとしたら誰か別の人がっていう。そりゃそうでしょ、うんうん、そりゃそうでしょ、うん、どっかに犯人がいるだよ、うん、ね、それは警察が調べればいいことだよ、うん、言ったら冤罪ってことの方にフォーカス当たってるけど、じゃあ本当の犯人は誰なのってことに関してはそんなにこの捜査は進んでないんですか。そっちに進んでない。警察がずさんな調べ方するからよ。うん、いやだからすごい闇深いなと思うんですよ。その1年後に、おそらく誰かが作ったであろう。ね、入れたとはね。おかしな衣類が出てくる。そうそうそう、だから真実というのは自然に分かってくるよ。うん、ね。50年近くも、拘置所で苦しめられてる一方で、本当に罪を犯した人間は、のうのうと生きれてるわけですよね。うん、ね、なのとしてるか、まあ死んでるか知らんがね。あ、うん、まあいろいろ言う人もいるけど、うん、まあそんなものは警察で調べりゃいい子なんだよ、うん、ね。私たちが調べるつもりもないし、うんうんうん、ね。言ったところで確かに警察じゃない人間が調べてこうだって言ってもおかしなことになってきますもんね。はあ、じゃあ今度、どんな風になると思ってますか、その裁判、うん、裁判は。去ったらもう裁判所が、決定することだもんね。分からんよ、うん、どうなるか分からん、うん、判決に出るまで分からん、うんうん、ね、うん、いや、とやかく言うつもりはないし、うんうんうん、ただ決心すりゃそれで分かる子にゃ、うん、その有罪であるというふうに言ってる側の何を武器に向こうは戦ってるんですか。5点の衣類、警察はそれを主張してる。あ、そうなんですか。はあ。あ、ちなみに、支援者 の、 あのお名前も聞いてもいいですか。あ、私、はい、井野真知子と申します。あの、デコちゃんが行くって漫画を、あと、自費出版したものなんですけど、私。例えばですか、今ちょっと娘化してるんですけど。あの、隣にいて一緒に聞いてもよかったりしますか。いいですね。あ、いいですか。映ってもいいですか。もういいですけど。あ、いいですか。あ、ちょっとじゃあ、隣に来た方ですか。あ、井野さん、すみません、すみません、ちょっと、はい、井野さん、あ、とか、1年後に出てきた工場の味噌タンクの中から、味噌タンク意味わかんないですか。工場の味噌タンクにわざわざ自分が犯行した時の、服を隠そうって、だって見つけてくださいよっていうことでしょ。そんなの味噌出荷するんだからさ、そんなとこに隠して、だから見つけて欲しかった人が入れたんですよ、岩尾さんを犯人にするために。岩尾さんだけが入った緑色のブリーフ、珍しいブリーフ、うんうん、その当時は、うんうん、とか そんなの入れてるわけですよ、うんうんうん、だからそれは従業員に袴田のもんだって言わせるために。あ、え、どんな説があるんですか、この真犯人。真犯人についてはネットで見ればいろいろでなんか言われてますけど、わからないでしょ、そんなものはね、うん、ネットなんか、まあもちろんね、うんうん、これだから裁判が
これいや無罪、それは無罪になりますよ、再審だから、うんうん、無罪の材料が揃ってるから再審開始決定になってるわけで、うん、今まで再審で有罪だった人いませんから、うん、一応今って仮釈放されてるけど死刑囚という認識はされてるってことなんですか？死刑囚ではある、うんね、死刑囚にはなってる。私それをまあ取りたいですもんね、確かにね、まあそれを取らなきゃね、うん、私も死刑囚、いつまでも死刑囚で置いといたきゃ困るわ、うんうんね、そうそう、それのための裁判で、うん、それを勝ち取るためにってことですね、うん、これこっちが勝ってまた控訴されたりとかする可能性あるんですか？今までしたことはないですけど、過去に、うんうん、あの4つの死刑冤罪事件で、うん、あの無罪になった人いるんですけど、うん、今まで控訴されたことはないです。ただ今回あの捜査機関が捏造して無実の人を陥れたっていうふうにあの裁判所がそういうふうに決定で言えばちょっと分かんないですね。そんな大変なこと、そんな卑劣なことをね、うんうん、国がしたっていうのであれば、うん、そのなんとか抵抗したいって思うかもしれないですよね、法務省上げてすごいですね、うん、今生きてる人たちがそういう決断をしたわけじゃないと思うんですけど、結果その過去の人のメンツを守るためにそうやって戦わなきゃいけないですよ、うん、その国も意味が分かんないです。っていうかね、やっぱり日本の警察は自分たちが治安を守ってるんだっていうふうにあの思ってるので、うん、こういう崩れるとまずいですよ。間違ってごめんなさいって言えないんです、うん、間違いが明らかで、ここまで明らかになってても言えない、まだまだ同じこと言ってね、死刑求刑するつもりでいるもいますもんね、うん、そんなに大事なもんなんですか、その間違えましたっていうふうに言ってくれて、一人の人間の人生が死刑囚じゃなく終わる方が大事なような気がするんです。今度そのカメラ持って検察官のとこ行ってください。答えなくないですか、絶対に。ぜひ、はあ、今の質問をしてください。はあ、じゃあ静岡で22日が決心なので、最後でお姉さんも岩尾さんがもうちょっと精神的に現状認識できないということで、お姉さんが補佐人で、お姉さんが裁判を起こしてるんですよ、うん、そうそう、だからお姉さんが最終意見陳述をするんですよ、うん、岩尾さんに代わって。すごいすごい瞬間ですね、この人ね。なんかね、すっごい、なんて言うんだろう、あの世間なんて、まあ、こんなもんだと思ってるわけですよ、まあ、大体この冤罪から見ても、うん、だからね、何も怖くないのこの人。何もだからどこ行ったって裁判官に会ったって、誰に会ったって平気、うんうんうん、平気。それこそあの再審開始決定があの高裁で覆されたことがあるんですよ、2018年にね、うんうん、それで本当にあのその時はみんなね、弁護士も支援者もすごくショックだったの。なんでって、勝つとばっかり思ってたから、そういう状況だったの、うん、その再審請求審っていうのは非公開なんですよ、うん、あの一般の人はそれ入れないし、お姉さんですら入れないの、うんうん、その弁護士と捜査検察と裁判官だけの話なんですよ、うんうん、そう、それでそのすごくショックだったのに、お姉さんはもうそんなもの100まで戦うしかないとかって言って、別に前向いて戦うだけだとかって言って、それがもうね、英雄だったで、その時私はここで留守番してて、岩尾さんと泊まってたんですよ、私はね、うんうん、で、まあ、あの2日泊まって、東京で泊まって帰ってきたんですよね。で、まあ、うん、わーって、まあ、記者にも取り囲まれて、まあ、そこの公園で記者会見もし、それでそのまんまなの。だからうちの中でのその様子、表情が違うかといったら、うんうん、そんなことない。皆さんがご覧になってる通りなの。ショックなんですよ。せっかく再審開始になったのに、うん、あの棄却されたなんていうのに、私の、あの
留守電に、今後の釈放は維持されてるから、まあ、心配しないでのようなことを留守電に入ってるんですよ。はあ、私は、まあ、岩尾さんと一緒にいたので、その時は、うん、まあ、大変なことだったんですけど。最新開始、棄却。うん、棄却で、また最新開始。あ、ということで。で、あの、それは決定したので、今、最新が始まってるんですけど、はあ、だからもうね、そんなことあったってね、もうむしゃむしゃ食べるわね、ガーガー寝るわね、関係ない、全然。はあ、すごいな。すごいですよ、この人。そうそう。22日ですよね。うん、22日ですね。裁判、まあ決着、決心はね、その後だけ、まあ3ヶ月ぐらいかかるっていうことだけどね。うん、まあ22日が最後の裁判。うん、裁判が終わりはほっとしますよね。ねえ、58年も戦ってきただろうね。もうええ加減にしてもらいたいよ。ね、うんうん、そっか、もうこれで終わらせたい。いや、え、ちなみにその、他にも、冤罪をささやかれてるような事件が多分袴田事件以降もいくつかあると思うんですけど、そういうようなもう冤罪事件はね、まあ、私たちは初めのうちはね、初めの頃はうちだけだと思ってたけどね、うん、もうこの頃になればもう冤罪で、それこそ大なり大なり少なり死刑囚じゃなくても冤罪事件っていうものものすごく多いの、うん、ね、その人たちみんな苦しんでるのよ、うん、ね、だからその人たちのためにも岩尾だけ助かればいいと思ってしないから、うん、その人たちにも助かるように頑張っていかなきゃ、うん、ね、そうそう、まだ私は91で、うん、まだ100まで山があるで、うんうん、まあ、頑張っていけると思うよ、うんうん、そしてこれが無罪ということが証明されれば、それ以降に起きてある冤罪を主張している事件が好転する可能性もありますもんね。もう、まあ、多分影響は大きいでしょうがね、うん、あの、まあ、袴田事件が終わればね、だからそれを、まあ、まあどう出るかまあ分からんにしても、うん、影響は大きいと思う、うんうん、そうですね、そういう人たちにも絶対希望になりますからね、それはね。ありがとうございました。はい、どうも失礼しました。はい、失礼しました。お疲れ様でした。お気をつけてどうぞ。はい、じゃあそのまま失礼させていただきます。ありがとうございました。失礼します。出演者大募集、概要欄に掲載の G メールからご応募お願いいたします。7月28日、ガイロクチャンネル沖縄トークライブ開催します。場所は、那覇市にあるアウトプットさんです。8月17日、大阪梅田でトークライブを行います。よかったらこちらも遊びに来てください。よろしくお願いいたします。メンバーシップ会員募集中、週1生配信、月1動画などのコースがあります。ネットショップにて外録グッズスポンサー券も販売しておりますので、よろしくお願いします。